千原美里千原美里の作品みのり千原ライブツアー2016イノセントエイジみのり千原ライブツアー2016イノセントエイジは2016年6月18日から7月18日まで開催された千原美里のコンサートツアー2015年11月18日発売の2サードシングル恋に封入されたメッセージカード公式ブログスマイルデイズで発表 ツアーキャンペーンとして3月23日に、アスナル・金山アスナル広場で、アット・ FM 公開録音、千原美里・美サとスペシャル・トーク・ライブ、3月30日に、FM ・福岡、ラジ、ゴン、ラブ・ FM、ミュージック・セレンディピティ、3月31日に、青春・ラジメニアなどに出演。4月25日にニコニコ生放送で、ツアーの前夜祭り放送、 千原美里に個性特番。ライブツアー2016前夜祭り、イノセントナイトを配信。ゲストミュージシャンとして、岩田ガンタ、安彦、馬場和人が出演し、アコースティックミニライブを行った。衣装は、ハッピーで、温かい恋心が、ステージに広がるイメージで選ばれた。リハーサルは6月6日から16日まで行われた。CMB の新メンバーとして、 恋の PV に出演したベースの岩切慎一郎が参加した。茅原のコンサートでは初めて演出家、構成作家が参加し、イノセントエイジのコンセプトをそのままステージで再現している。ライブ構成は MC なしで恋愛の物語を朗読を交えながらステージ上で見せる形式であり、茅原は芝居をしている感覚でパフォーマンスを行った。千秋楽の愛知公演では、 千原美里のラジオマイナースムにメールを送った、結ばれたばかりのカップルが観客に来ており、サプライズで二人のために、一人に一つの永遠をアカペラで歌い上げた。2016年12月14日に、ランティスから発売された萱原の13作目のライブ映像作品。2016年7月18日に日本特殊陶業市民会館フォレストホールで開催された。 先週楽の模様を収録。2016年10月23日に、ミュージック o n t v で放送。この記事は、以下のカテゴリでも参照できますみのりちはラライブツアー2016、イノセントエイジライブ BD に関するカテゴリありがとうございます。